中古車販売大手ビッグモーターに車を売却後に水没車、と言いがかりをつけられたとして大阪府八尾市の不動産管理会社が慰謝料など約158万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した21日に第1回口頭弁論がありビッグモーター側は請求棄却を求めた 訴状によると不動産管理会社は2021年3月ビッグモーターに570万円でベンツ1台を売却した引き渡し時にビッグモーターの担当者はエンジンやブレーキなどに不具合がないことを確認していたところが7ヶ月後の同10月担当者が会社を突然訪ねてきてベンツが水没者だったことが判明したと言いがかりをつけ 買取代金の返還を求めてきたという会社側は全く身に覚えがなかったため返金を拒否したところ22年2月水没者であることを隠したまま車を売却されたとしてビッグモーターから約597万円の損害賠償を求める訴えを起こされた 訴訟は約6ヶ月後に取り下げられたものの会社側は水没者でないことは明らか不当な訴訟を起こされ精神的苦痛を受けたと主張しているビッグモーターは取材に係争中の案件のため回答は控えさせていただきますとコメントした以下はネチズンのコメントをまとめたものです オークションに出品したが思ってた金額で落札されなかった場合によくある手口ですビッグモーターは特に査定額を他社より高くつけて契約後に難癖つけて減額するところで有名なのでユーザーは少しでも高く売りたいでしょうが相場は決まってるのでバカみたいに高く提示する会社にはご注意ください乗用車にかかわらずトラックやケ機などの産業機械 貴金属や資産価値のあるものや不動産に至るまで高価買取を謳い後から難癖つけて値引きや味路請求する悪徳業者は昔からよくいます警察に異様が原則的に民事なんで介入できませんし売る場合も買う場合も金額の多少の差異はあっても本当に安全で信用できる業者にお任せする方が長い目で見ても得することが多いですね 自分も新車から大切に整備して乗り続けてきた車をビッグモーターの査定で、事故車ですね、と言われました。さらに、私はディーラーで整備士をしてました、とも。ちなみに複数車が査定する一括査定でしたが、その話をするとすべての会社の査定で、いいえ事故車じゃないです、と言われました。当たり前ですが 関わり合いいいいをを持たない方が良いとということを教えてくれる記事です。何ヶ月も経ってから言いがかりをつけられ訴訟まで起こされたらたまったものではありません全く身に覚えのない言いがかりでも訴訟を起こされたら弁護士費用だけでも100万や200万は覚悟しなければならないし裁判期間も地裁だけでも2から3年かかることがあり 高裁最高裁まで相手が本腰でかかってきたら5年から10年という歳月とさらに費用を要することはもちろんその間の精神的な負担は計り知れないものがあります関わり合いを持たないというのが一番の安全策だと思いましたビッグモーターに売却しようとした車の値段を契約締結後に下げられそうになり 消費者センター対応したことがあるのでこの大阪府八尾市の不動産管理会社3頑張ってほしいです保有していた車を複数社に買い取り以来査定をお願いした結果ビッグモーターの査定額が最高値だったので同社に決め契約書を取り交わしました高額査定の理由は 真偽は不明ですが営業さん曰く同社の買い取り強化キャンペーンの該当者種であることでした数日後査定額改定の連絡があり査定額はほぼ半額に他社の査定額を下回りました他社に売却することにしましたが違約金を請求するとか言われたので消費者センターに連絡して黙らせてもらいました 車両引き渡し7ヶ月後に言いがかりつけてくるってありえない僕はあの時他社へ売却して本当によかったです大阪府八尾市の不動産管理会社3頑張ってください